皆さんこんにちは。越後土発鉱共同プロジェクトのプラントホーム東崎と申します。本日この機会をいただいたのはですね、ぜひ私の説明を聞いていただいて、一社でも多く、本当に一社でも多く新潟県の食品ロス削減に向けた活動を一緒に行ってもらえる仲間を募集しております。ぜひ聞いていただければと思います。プロジェクトの概要を説明する前に、簡単にではありますが、我々のプロジェクトは4社の共同のプロジェクトですので、他のメンバーもご紹介したいと思います。この4社は非常に熱い思いを持った企業たちで、ちょうど2020年12月集まりました。新潟県醤油協業組合様、立花本舗様、白老酒造様、そしてプラントフォームです。我々のこの一発目の会議でですね、大変大きなビジョンを持ちまして、こちらにも書いてある通り、越後発酵の歴史を未来に継承する、これまでの発酵のその先、新たな発酵土発酵商品を開発販売するというのをビジョンと持ちまして集いました。そして県内の食品製造業者から発生する食品ロス1万トンをゼロにするという目標を持って今懸命に取り組んでおります。そしてこの会議で決めた商品のコンセプトというのがこちらになります。もともと長岡は醸造の町、古市という名前で親しまれていました。もちろんここにはたくさんの醤油蔵、酒蔵、味噌蔵がありまして、発酵食品に関しましては非常に恵まれた土地だったと聞いております。その中の酒粕、こちらの酒粕に関しましては、以前より生活の中で漬物のもとに使っていたりとかしておりまして、社会で循環しておりました。しかしこちらにも書いてある通りに、今では漬物というのはスーパーでも買えるようになりまして、酒粕に関して行き場を失ってしまいました。しかし我々はこの越後土発酵という商品コンセプトとして、この発酵の循環、酒粕をさらに今循環させることで、この循環の、発酵書いてありますが、循環の循環を復活させたいというふうに思っております。ではプロジェクトの概要を説明していきます。皆さん、日本で食品ロスがどれくらい発生しているのかご存知でしょうか。2000年、事業系会社でも433万トンの食品ロスが発生しております。これに対しまして、日本は2030年までに216万トン削減を目標としております。なぜ食品ロスを削減しなくてはいけないか。世界の人口の9分の1は栄養失調と言われております。その中で日本は食料自給率 38% という中で、そのほとんどを海外から輸入しているにもかかわらず、実は日本は世界で6番目の食品ロス大国であります。ここ新潟でもですね、2021年、去年ですね、実は食品ロスに関して推定量が発表されました。全体で約9万トン、そして事業会社から 4.2 万トンが発表されています。これ新潟市民1人に対してだいたい20キロの食品ロスが事業系から廃止されているんですけれども、これを多いと思うか少ないと思うか、どちらでしょうか。皆さんは、これはですね、多いと思う方は間違いなく自分事と置き換えてらっしゃる方だと思います。考えてみてください。自分の家で 毎年20キロの、これ一人当たりですけれども、お子さんがいれば40キロ、家族4人であれば80キロのお肉を捨ててるってなったら、お母さん怒りませんか。奥様怒りませんか。会社でも同じように起きてるんです。我々土発酵プロジェクトというのはこれをゼロにして取り組んでおります。大きく概要はこのような形です。4社が
発酵の会社ですので、発酵の技術を使い、食品ロスを使って、越後土発酵というブランドを共有します。そして商品開発をこの4社で行いました。さらにですね、開発した商品を4社でマーケティング販売までを担当しまして、4社で販売していくという仕組みになっております。そしてその商品には QR コードが添付されておりまして、最終的に消費者の方もどれくらい消費できているんだろう、削減できているんだろうというのが分かる仕組みにもなっております。このプロジェクトのメリットは4ほどありました。1つ目が非常に高いビジョン、そして心地よい責任10倍増し感。我々は各社のためにやっているのではなく、皆様、新潟県のために、日本全国のためにやっているという強い思いがあったので、非常にスピードを持って仕事に取り組みました。そして面白かったのは、自由な発想ができたということです。つまり、しがらみ、各社の思いをというよりも、どちらかというと、やはり、この食品ロスを削減するというビジョンの下で働けたので、非常に自由な発想で取り組めました。そして、地元愛がアップしました。そしてこちら、開発した商品に関しましては、日本初の商品を開発することができました。これ何が言いたいかと思いますと、長岡では非常に広く親しまれている生醤油、米麹、酒粕、この3つの酵素が生きた状態で酒粕、漬物の素というものを作りました。これに関しましては無添加非加熱ですので、酵素が生きた状態です。つまりこれは食べれば食べるほど腸活につながり健康になれるという商品になっております。さらにレタス、無農薬のレタス、これも出ておりまして、客がレタスで出ておりましたので、これを漬物化させることで循環というものを生み出そうとしております。はい、ぜひ我々のグループに仲間になっていただけたらと思います。ありがとうございます。